帰ってくんの早い？帰ってくんの早い？今お風呂出てんねんけど、お湯溜まれへんから暇やから枠開けてみた。帰ってくんの早い？いや、今お風呂入れてんねん今。お風呂溜まったらな。うん。お風呂溜まったら外行こう。うん。朝くらまないね。金の花道はだい。金の花道はだい。さあ今日も一般参加しようか。一般参加しようか。俺ちゃんの一般参加。俺ちゃんの一般参加。一般参加だけで20人来るから。うん、俺ちゃんの一般参加。ごちゃんにも貼りに行こうか。ごちゃんにも貼りに行こうか。お湯溜まったわ。お風呂入ってきていい？お風呂入ってきていいかな、もう。もう枠切ってお風呂入ってきていい？お湯溜まったで。お湯溜まってんけど。もういいかな。いや、どうせ花火飛べへんやん。どうせ飛べへんやん、花火。マジで。いや、花火飛ぶんだったらやるけど、どうせ飛びへんやんか。もう今、俺ちゃんの何、あの、ノー花火枠の記録、すげえ更新してんじゃない？またノー花火枠の数更新してんじゃない？ノー花火枠更新しすぎてない？やばない？ちょっと伸び悪いな。もしかしてまたおすすめ規制食らったかな。嫌な予感しかせえへんねんけど、さっきサムネが消されとったからな。嫌な予感しかしないんだけど。嫌な予感しかしないけどな。大丈夫かな。ほら、おすすめにいないんだけど。あ、おったわ。よかった。Cやで。Cやで。絶対Cやで。あんまり閲覧上がったら、な、すぐ通報中が湧いてくるから、すぐ通報しようね。もうどうでもええことでな、もうぐじ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 な。やってらんないでしょ、マジで。いちいち通報すんなよな。何が番対象か言うてみ？な。お姉ちゃんで谷間見せて、数つったやついくらでもあるがな。運営今昼寝しようからな。運営昼寝しとるから、今のうちに閲覧稼いどかんと。今稼いどかんとな。どうせかそるんやから。どうせもう夜にはね、あの、いつものね、あの、何人かしかおれへん枠なっとんねやろ。今のうちやこんなもん。今やらねばいつやるのだ。ちょ、今日喋りすぎて、もう喉痛いねんけど。もう声で喉痛いねんけど。しんどいわ、もう。君だと遊んだらもうしんどいわ、もう。30分間ずっと喋りっぱなしやろ。なあ、喉痛なんねん、これ。他の配信ようやっとんな、マジで。大変やな、これ。30分ずっと喋りっぱなしやで。あわやろ、お前。待ってるってどういう意味？どういう意味？閲覧数見えへんか。うわ、通常モードやん。全然増えへんやん。なんなん？せっかくね、リスワンランキング16位まで上がってんのに、さっき14位ぐらいにおったぞ。また上のやつらがちょこ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 配信し始めやがってよ。もうやめて、マジで。うわ、18位まで落ちてるやん。ちなみに今、全一と同点です。全一と同点です。パルパルと20ポイントさ、あ、もうパルパル抜いたんちゃうかな。パルパル抜いたんちゃうかな。54やろ。パルパル抜いた。パルパル抜いた。パルパル抜いた。パルパル。
パルパル抜いたぞ。何パルパルって。パルパルって名前か。何か思ったわ。あ、ユイが抜けるぞ、ユイが。ユイがまで、あと160。ユイがまであと160。ユイが抜いたら大したもんやだよ、ユイが。大ちゃん大満足。抜いたぞ。大ちゃん大満足と同点で18位俺の方が上やから、なんか知らんけど。なんとか知らんけど俺の方が上やねんけど。同点やのに俺の方が上。なんか知らんけど。じゃ、ナイス減っとるやんけ、おい。なんでナイス減ったんや。誰やナイス減らしたん。誰ナイス減らしたん。じゃ、ナイス押してナイス。ナイス増やせよ。ナイスを増やせっつってんだよ。一般さんが。俺ちゃんの一般さんが。一般さんがするだけで20人。なんで減っとんねん、さらに。ナイス増やせ言うてんねん。なんで減っとんねん。俺ちゃんの一般さんが。騙されちゃった人の数。騙されちゃった人の数。78人。80人も騙されやんな。バーカちゃん。ゴールデンウィークなのに82人も騙されてるな。バーカちゃん。ナイスー。87人も騙されてるよ。バカじゃねえの。もうゴールデンウィーク最終日よ。もうね。明日から学校仕事始まるよ。え？なあ、こんなくだらんもん見てんとよ。昼寝するとかさ、なんかあるだろ。友達と遊びに行けよ。友達いないのか、お前ら。お前ら友達いないのか。俺ちゃんいないぞ。友達おれん。友達なんかおれんやんな。おるかいなんだもん。おったら飯おごってもらうわ。誰かおごってくれんかな。誰か友達なんて飯おごって。誰か友達なんて飯おごってや。なあ。飯おごってや。あ、フォローイエス。ほら、やばいな、フォローがやばい。フォロー400いく。やばいやばい。あんまりフォローされると、アンダー500参加できへんから、400台で止めとこな、フォローは。500、フォローは500人超えてまうと、な、いろんなあの、イベントで、アンダー500に参加せな、俺ちゃんなんか絶対無理やんか。な、俺ちゃんなんか、稼ぐ人やねんから、な、500オーバーとか、あと無制限のイベントとか参加でしたって無理やんか。な、500オーバーでも通常イベントのランキングに入賞できへんのにやな。うん。これぐらい、フォローはそこそこな。フォローはそこそこな。130万円振り込めな除名やから。130万円振り込めへんかったら即除名やから。130万円振り込めよ、お前ら。振り込み先口座いいとこか、振り込み先口座。振り込み先口座はね、りそな銀行新大阪駅前支店、りそな銀行新大阪駅前支店、普通口座の6216864、6216864、こちらでお願いいたします。振り込み待ってまーす。トロロロトロッタ、トロロロロロッタ、タッ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 。明日のバイト決まった。あれ？違う。8日水曜日？ 8 日水曜日じゃない。7日のバイト決めろよ。ちょっと待って。8日水曜日のバイトじゃなくて、ここの、8日9日がバイト決まったけど、ちょ、その前に、明日のバイト決めろよ。ちょ、明日のバイトを決めてください。明日俺休みになってまう、このままやったら。やばない？このままやったら俺ちゃん明日休みなんだけど。うわ、職に破れたかもしれん。うわ、やば！8日9日は仕事決まったけど、明日の仕事が決まらないわ。明日も一日ふわってしとこうか。早口でメモ取られへんねん。どういう意味？あ、早口でメモ取られへん？ああ。いや、だから映してるやん。スクショ取ってよ。りそな銀行、新大阪駅前支店。
りそな銀行新大阪駅前支店普通口座ね、133りそな銀行133-6216864 6216864ね、こちらでお待ちしております。待ってるよ。うん、マジで、割とマジでやばいな、俺明日仕事決まれへんやん。明日プーちゃん、俺明日プーちゃん、明日7の日やから、マルハン行こうか。お金ないっちゅうねん。ちょ、お金振り込んで。お金振り込んで。ジャパンネット銀行がええか？どっちがええ？ジャパンネット銀行も、さらしとこか？あれ、財布どこ行った？財布ない、あった。財布あった。ジャパンネット銀行すずめ支店、ジャパンネット銀行すずめ支店、ジャパンネット銀行すずめ支店ね、2749451、2749451ね、もしくは、りそな銀行ね、りそな銀行普通口座ね、新大阪駅前支店、普通口座6216864、6216864ね、どちらかでお待ちしております。どちらかでお待ちしております。お待ちしております。見えへんな。やーん、やーん、もっこりさんが、もっこりさんが、私のことをやらしい目で見るな。やーん、やめて、私のことをやらしい目で見ないで、性の対象として見ないで、やらしい目で見ないで。一般さんが。党員になったら、党員になったら目押ししてあげる。党員になったら、ペカったら目押ししてあげる、俺ちゃん。俺ちゃんが目押ししてくれるね。すごくね？ペカったら、ペカったら呼んで、俺ちゃん目押ししてあげるから。ただし同じホールにいて、俺ちゃんにカフェオレの差し入れした人に限るけど。揃えてあげるから、俺ちゃん目押しで。すごいよ。すごくない？この得点。すっごい得点じゃない？これ。マジで。いやー、これで理想ランキング何かな？ 200 人か。200人足したら、今1990ってことこか。あ！ユイガに勝ったんじゃね？これ。これユイガ抜いたんじゃね？これ。この数字ユイガ抜いたんじゃね？ユイガを抜いたらどうや？ユイガを抜いてしまったらどうや？すごくない？ユイガ抜いちゃったよ、俺。俺ちゃん。俺ちゃんユイガ抜いちゃったんだけど。マジで。割とマジで。割とマジで。マイケルチョさんいらっしゃい。ちゃうで。男かよじゃないで。おっさんかよやで。チンチン勃起さして、左手でチンチンさすりながら右手でクリックして、どんな可愛いお姉ちゃんが、どんなやらしい配信してんねやろうと思って枠開いたら、おっさんのね配信やで。釣られたやろ、釣られたやろ、釣られたやろ。うん。これ釣られた人の人数。これ釣られた人の人数。釣られた人、228人。ゴールデンウィーク最終日の昼間に釣られた人、すでに231人。ドーン。何やってんの君ら。ねえ。君ら暇か？君ら暇か？暇すぎるのか？やることがないのか？やることがなくて、ふわっちでも見て、可愛いお姉ちゃんでも見て、オナニーでもしようと思って、チンチン追っ立てながら、枠開けたら、おっさんのね配信。すごくない？これで君と僕はお友達やで。お友達の印としてちょっと金の花火投げてみない？お友達の印として、金の花火投げてみない？今、俺ちゃん27位なんだけど、27位なんだけど。
朝15位ぐらいまで上がったけど、13位まで行ったんか。もう27位まで落ちたわ。今他のアプリでどんどん上がっとるからな。俺それだけどんどん順位下がってもてんねやんか。今金のランキング27位なんだけど。ちょっとお友達やん。な、マイケルッチョさんと僕がお友達やんか。な、お友達の印として、お友達の印として、金の花火を5発ぐらい投げてみない？まとめて。あ、兄さんいらっしゃい。また俺。俺やったよ。兄さん、俺またやったよ。兄さん、俺またやったよ。俺またやっちゃったよ。騙した数281人。284人。騙した数285人。マイケルチョさん投げたくない？あ、大丈夫。投げたくなかったらそっと置いていってくれたらいいから。うん、投げたくなかったらそっと置いていってくれたらいいから。うん、あ、兄さん、プライド捨てた父。プライド捨てた父の兄さん。トイレットペーパーの芯の中にチンチン突っ込んで配信する兄さん。変われへんやん、自分。あんな変われへんやん、そんな。俺可愛い方やん、また。ジャグラー、うん、今ちょっと風呂入れてんけど、風呂入るまで時間暇やな、また枠開いたら、すぐに風呂の湯溜まったわ。この枠終わったら風呂入って、もうジャグラー打ちに行こうかな、思って。うん、ゴスロ行こうかな、思って。金ないからゴスロ行こうかな、思って。ゴスロにしとこうかな、って。金あればゴスロしとこうかな。だお金振り込んでもらおうと思って、今、こじってんねんけど、誰も入金してくれないんだけど、ジャパンネット銀行スズメ支店、274945127494951、274945151、もしくは、磯名銀行新大阪駅前支店、磯名銀行新大阪、駅前支店、普通口座、6216864、6216864、ね、お待ちしておりまーす。ね。ジャグラー代くださーい。ジャグラー代くれー。ジャグラー代をくれー。あー。ウーバーだってすぐ金もらわれへん。バンナル、マジで。シーやで、君ら。絶対言うたらあかんで。バンナルからシーやで。バンナルからシーやで。絶対言うたらあかんで。お前ら通報すんだよ。絶対通報されるやん、こんな。もうおすすめ規制食らってるかな。口座探したバンナル、そう、今まで何回も探してるけどね。うん、あ、俺法人やから。法人やから大丈夫。俺法人、セー法人だからセー法人口座見せようか、法人口座。法人だから大丈夫よ。ほら、法人だから。法人だから。法人だから。株式会社だから。法人だから。個人じゃないから、法人だから。イエーイ。騙した数、364。あかん、通報されたらバンナルとか、通報されたらバンナルとか、通報されたらバンナルとか、そんな何回も言うたら、誰か一人ぐらい通報しようとするやんか。通報したらバンナルとか言うたらあかんやん。370人いったら。あーほやら。あーほやら。370人が、ね。チンチン追っ立てて、ね、オナニーしようと思って枠開けたら、おっさんの寝配信。おっさんの寝配信。おっさんの寝配信。さっき700も言ってた？さっき700も言ってた？嘘？さっき500ぐらい。さっき540ぐらい。あーたろー田中さん、はたれーさーん。なみょーほれんげよー、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 太郎と中さんに世界平和と幸せが参りますように。それ以外のただ見してるカスどもは地獄へ落ちて苦しんで死んでいきやがれー。キヤーくわーぐわーぐわーきゃー。
そうそう、ちょっとね、サムネと題名で釣れることが分かってたけど、まさかこんなにね、ゴールデンウィーク中、しょっちゅうね、なんかいつも、なんかおすすめ規制とかバンとかされるのに、今回は寛大というか、まあ、俺バンになるようなことしてないから。男性やし、そんな、俺ちゃんの体を勝手に性的な目で見てるのは君たちの方だから。ね？おじさんの体を見て、性的になんか興奮してるのは、勝手に興奮してるのは君たちの方だから。おじさん乳首も出してないし。ね？こんな服着てんのと一緒やん、こんなん。こんな服、夏服でいっぱいあるやん。それやのに、ね、勝手になんか、ああだこうだ言ってんの、勝手に君たちだから。わかる？ね。別だもんしてきたで。やばない。数珠切れそう。やばない。ちょっとね、もっと5ちゃんで宣伝して。もっと5ちゃんで宣伝してきて。人減ってきたから。人減ってきたから。人減っとるから。閲覧減っとるで。あかんか、危険水準来てる。閲覧が危険水準来てる。あ、おやじさん忍者です。甘いケルッチョさん忍者です。ギリギリやな。ギリギリ一桁。もう過疎やん。あんだけ、中堅や言うてて、なんか30、50ぐらいおった閲覧が、もうすでに10人やで。どんだけ飽きられとんねん。どんだけ飽きとんねん、お前ら。飽きすぎやろ。飽きすぎちゃうか？なあ。ちょっと、ドザエモン歌わなあかんのか？ドザエモン、ドザエモン。ほわかパップ、ほわかパッペ、ドザエモン。え？需要ない言うな。需要ない言うな。東寺も行けへん、大丸も行けへん、道頓堀も行けへん。今日は近所のパチ屋でゴスロしかせえへんで。そう、この放送ええなと思ったらチャンネル登録ほんまよろしくな。人生、俺と一緒に楽しもうぜ。レディゴ。お湯が溜まったので、お風呂にレディゴ。まあ言うてももう400いっけどな。もう400いくやろ、これ。どんだけ釣られてきとんねん、こいつら。そうそう、ジョーブログ。俺ちゃん、ジョーブログ。こないだ配信してたら、俺ちゃんこないだ西成で配信してたら、ラファエルさんですかって声かけられてるんで、すごくない？関東から来た人に、あれラファエルさんですかって声かけ、内緒にしといてくださいね。内緒にしといてくださいね。って。声かけられとったやないか。西成のなにわ警察の前のあの交差点で、そう、シュリポンが突来た後、信号を渡ったら、なんか関東から来た4人組の人に、ラファエルさんですか？ラファエルさんですか？って。喋らんでも人来る。それ羨ましいな、マジで。400はすごいやろ。400。閲覧は一桁に落ちたけど、400。400集めたぞ。不可思議じゃねえわ。シュリポンも突来たやろ？銀猫も突られたし、もう俺突られまくり。喧嘩突されまくり。いやん、怖いわ。喧嘩突ばっかり来るの。やめて。おじさんをそんな性的な目で見ないで。私を性的な目で見ないで。ほんまにつまらん方法を見つけた。すごくない？この方法。この方法、ノライム、あの時お金なかったから。でもハンバーガー買うのもめんどくさなって、そのままパチンコ行って忘れてた。野々良くんのこと完全に忘れた。ナイスアイス！ナイス 49! ナイスアイス！100ナイスいったら、100ナイスいったら乳首洗濯バサミにしてあげるわ。100ナイスいったら乳首洗濯バサミって挟んであげるわ。両乳首を洗濯バサミにギューってしたら、キュー乳首キューパッ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 キューってしたるわ。知らんのか？それタイトルにはできへんやん。もうタイトル変えるのめんどくさいやん、もう。次枠っていうか、もう、風呂入るからな、次。風呂入ってゴスレ行くんだから、俺ちゃん。もう配信飽きてきたから。でも、昨日飽きたやろ？飽きたから、閲覧増えへんやんか。もう10やん、閲覧。もう10、あ、50ナイス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 。これなんて読むの？これなんて読むの？これ何て読むの？リコちゃんって読むの？リコちゃんって読むの？なんか、ID はユーナちゃんになってるけど、リコちゃんって読むの？忍者です！リコちゃんのためだけに配信してんねん、俺ちゃん。
俺ちゃん、リコちゃんと出会うために配信してんねん。俺ちゃん、この2年半、リコちゃんと出会うためだけに配信してきてんけど。うん。どこ住んでんの？ちょっと、プロフ見たろ。プロフ見たろ。どこ住んでんの？どこの子？大阪おいで。デリヘルしませんか？俺ちゃんと一緒にデリヘルしませんか？俺ちゃんの、デリヘルの寮住んで、俺ちゃんと一緒にデリヘルしませんか？俺ちゃんと一緒に、普段イチャイチャしながら、仕事がなった時だけ、俺ちゃんが運んでいってあげるから、デリヘルしませんか？ああ。これ入った間、適当にドラえもん、物色、あ、それでいい？そうしようか。女とは限れへん？わかれへん。女かもしれへん。女の子かもしれへん。とっても美少女かもしれへんで。かもしれない。出会い中じゃないよ。出会い中じゃ、俺ちゃんはリコちゃんと出会うためだけに2年半配信し続けてきたの。わかる？ね。純愛や。出会い中じゃない。純愛。リコちゃんと出会うためだけに配信してきたの。すごくない？割とマジで。うん。うん。JC かもしれへん。せやないかも。そうでしょ？やだ、見つけた。めちゃおもろかった人やん。どういうこと？萌えちゃんにジェース萌えちゃんにジェース、おいちゃん、萌えちゃんと出会うためだけに2年半ふわっちしてんねん。おいちゃん、萌えちゃんと出会うためだけに2年半ふわっちし続けてきてん。萌えちゃんだけやで。俺、萌えちゃんに言うてんの、萌えちゃんだけやで言うとくけど。萌えちゃんにしかこんなこと言えへんから。真実はただ一つやから。萌えちゃんにしか言えへんから。萌えちゃんと出会うためだけにふわっちしてきてん。だからもう閲覧とかいらんねん。もう萌えちゃんと出会えたからそれでいいね。萌えちゃんと出会うためだけにふわっちしてきてん。うん。ねえ。萌えちゃんどこの子？大阪県。大阪来て、俺ちゃんの寮に住んでデリヘルせえへん。デリヘルせえへん。俺ちゃんと一緒にデリヘルせえへん。え？大黒ちゃんやらせないよ、で待っとる。やめろよ。怖いから。大黒町のナイフ近すぎるから怖いから。やばいから。そっから歩いてすぐのところやから、大黒町のドームシティ 6C。来るなよ、勝手にうちの部屋。うん。ポストの鍵777で開くから、あそこ開けたら鍵入ってるからって勝手に部屋入ったらあかんで。うん。今電気は繋がっとるけどガス止まっとるからな。あ、でも電気は、ブレーカー上げたら Wi-Fi 繋がるから。うん。あ、だトイレはある。トイレとお風呂あるから。あ、お風呂あるけどガス止まってるから。うん。ガスだけ回線したらお風呂入れるよ。うん。うん。そう。777でポストの鍵開くことは絶対言うたらあかんで。うん。この動画 YouTube に上がるけども、絶対言うたらあかんで。うん。みんなわー寄ってくれ。わー寄ってくれやん。大変やん。大黒町にわー寄ってきたら大変やんか。オルちゃんのファンのね、日本にいるオルちゃんのファン3万人がわー寄ってきたら大変やんか。押し寄せてくれ。わーって。うん。大変やん。うん。大変やで。閲覧激ベリで大変やで。うん、みんな口固いからな。うん、みんな口固いから、ごちゃんとか、雑談たぬきとかに書いたりせえへんからな。うん、51ナイスエッセー。まあ今日はこんなもんやろ。まあ今日はこんなもんやろ。もんちゃんだけやで。うん、な、うん。エンディング、あ、もうエンディングいかんなかん。てれれれれれれってーてれれれれれってー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 けてーれれれてーてれれれてーてーてー。さて次回のボクちゃんは今からお風呂に入る。お風呂上がったらゴスロに行く。ゴスロに行くのを忘れてまた配信しちゃうの3本です。じゃあまた来週も見てくださいね。てーれれれれれてーてーれれれれれてーてててじゃんけんぽん。この番組はサントリーセサミン EX の提供でお送りいたしました。お送りいたしました。ドゥン。